こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。売れる商品の意外な法則。売れるものの仕入れのコストはというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、メルカリでなぜ商品が売れて稼ぎ続ける人と、商品を売っても利益が出ない人がいるのかを説明させていただきます。これは非常に単純なのですが、 法則が存在します。それは、儲かる商品のみを売れば、利益が出続ける法則です。ですが、この非常に単純なのですが、この法則をどのようにすればマスターできるのか、を分かっていない方も非常に多いかと思います。それは、儲かっている人を100%真似ること、それをしてください。ただし、 まずジャンル一つに絞ってください。その方がうまくいきます。その一つに絞ったジャンルで稼いでいる人の商品と同じ商品を出品してください。そうすれば売れるこ法則ですね。これを100%マスターすることができます。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル。 10万円稼げるマリヒーマニュアルをプレゼントします。なぜ10万円稼げるか詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。トールさんにニックネームがスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。